お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回はお相手の方、ヤグラっすね。ヤグラか。あー、まあそしたらこっちはガン切り行こうと思うんですけどっていう感じかな。威嚇左身の急戦。威嚇左身の急戦出るのね。まあこれはつかないかんのかな。で、雁木の構え作っといてっていう感じっすかね。矢倉っすね。で、角交換すぐしてくんのか、それとも多少貯めるのか、まあ、その辺が見ものではあるっていうのと、あとね、俺後手番なんですよね。まあまあ、ここついてみようか。なんかね、今一応勉強してるのが先手番でのお話なんで、一手遅れるっていうのがどのぐらいの、どこにどう影響してくるのかっていうのがよくわからん。まあ、端は次見よう。で、おそらくこれ2玉入るってことでしょ。まあ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 。で、腰掛けて。ああ、まあそれは取って。まあ、4五歩かな。なんかね、これ部分的に4一玉の状態で、これは見たことが、あ、でも7三銀上がっとんか。まあでもこれ4五歩いきますかね。4五歩いきましょう。4五歩いってどうすんのと。で、6四角はね、6四角は2枚したら大丈夫かな。まあまあまあ、浮いてくるんだけど、浮いて大丈夫で。で、どうすんのと。それね、まあ6五歩かな。どこ行くのって言ってね。まあ6五歩かな。5三は4五桂が当たるでしょ。これで、まあ次2四歩みたいな話もあるからね。これね、7三角とか引かれた時にどっち行こう、どうしようかって感じなんですけど、そうよね、そうなるよね。そうなった時に、まあ、2四歩同歩2五歩みたいな感じの攻めを見せるためには、1五歩を入れるかどうか問題はあるね。1五歩入れなくてもいいんだったら、入れなくて済むんだったら嬉しいんだけど、2四歩同歩2五歩同桂、22銀は44からみたいな感じか。まあ、ここ行きますか。1号は多分いらんな。1回入れる手はあるんだろうけど。まあまあ、これで次歩しといて。ここで仮に角交換してきたら、まあ、ドテロって8七歩って飛車下がって24歩22歩みたいな。それで角がこっち手持ちであるんだけど、その時はどうしようかね。あ、まあ、それは同桂で跳ねていくんじゃない。同桂2二銀、4四歩、5三金、4五銀みたいな感じでやっていけばいいんじゃないかな。まあ、跳ねて。で、銀が、いや、違う。一回、ここ押さえて、5三銀でしょ。5三銀4五歩、5三銀4五銀、5三銀4五銀、2四歩、3四銀、いや。一回取るんじゃない？一回4三歩なるじゃない？ 4 三歩なる同金4五銀。かなとは思いますけど。いや、まあ一歩欲しいから、まあ、一回銀かな。4五銀かな。まあ、4五銀かな。4五銀。一回避けるっていう読みやったからね。
ああ、まあ別にそれは構わん。こっち出ていくもん。ああ、そうか。この時にちょっと変わってくるんだね。なんていうんかな。22地点に飛車、玉利いてるから、4三歩なる同金、同銀なる同金、2角なるみたいなのが手がなくなってくるっていう話はあるんか。一応銀がいなければ、ん？待てよ、これ4三歩なる同金、同銀なる同金、2二角なる同、そうか、4二に角がおるんか。待てよ、飛車を、4七に転換すればいいという話があるから、4三歩なる同金、同銀なる同金、4七飛車の時にどうするんだろうね。銀があるんだけど、貯めるならここで4七飛車が一回2五飛車走ってもいいな。2五飛車からかな。2五飛車かな普通に。でこれ何もせんかったら4三歩になるから、そう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 、それはねこっち回れば力貯まるでしょ。この4三歩なるどうすんのこれ。5一桂じゃきついでしょう。5一桂の時どうしようか。4三歩なる同桂4四歩ってもう一回打つか。まあこれはねどうなんですか。4三歩成から崩せるんだったら崩したいけど、4三歩成4五桂4三歩成4五桂3二と同玉2二角成同玉で金銀があるんでしょ。で銀打って金で詰みやから、4三歩成4五桂は詰み見える、まあ詰みレベルに見える。2二角成を取ったら詰みっすね。だから4三歩成4五桂3二と同玉2二角成4一玉って逃げ出すの。逃げ出すか4三歩成同金同飛車成同銀みたいな感じでそれ詰めようでしょ。これも結構厳しいんじゃないの。5分。まあまあ一回踏み込むよなこれは。いやそれはまずいんじゃない。でこれぶった切ってこれ取れんかったらおかしいからね。いやあーそれは詰みじゃないですか。2三金から詰みっすかね。2三金下がって銀馬ですね。はい、ありました。お前には楽すぎる相手だったようだな。はい、いかがでしょうか。今回ね、元気対ヤグラの戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。